仕組まれたのか仕組まれてないのかよくわかんないですけども
んも本当お会いしたかった。あとで漢方の話ね聞かせてくださいね。すごいいいですね。そう、 OLPC 好きです。なんでここで使用感みたいな。本当あの曲いいですよね。好きです。カバーしようとするあの、ね、鍵盤の弾き語りの人は、ね、カバーしないことをしてるんですよ。なんかただのカブリーになっちゃうでしょ。コピーになっちゃう。そうそうそう。そう。いい振りをいただいたのでしょう。ギターの弾き語りの方の曲を録こうかしら。ここでも歌っている木村ゆかちゃん。はい。木村ゆかちゃんはと私は12月15日にひまわり広場手をつなごうというところで。ツーマンライブが決まってるんですよ。死にゆく幸せというタイトル。重たい。そろそろ本格的に準備しなきゃいけない。あ、ついでに言うと、あの木村ゆかちゃん、10月21日にワンマンライブが高円寺でありますので人の宣伝してますけどもぜひその前にあの21日昼間はここでね、カノンさんがワンマンライブやりますから人のことはどういう意味ですよ。私そのはしごをするつもりなんで一緒に行きましょうっていうことででは、ゆかちゃんの愛と呼ぶ。何を思っているかは
増えたって言ってましたけど、私はもともと多いと思います、ブログかなり力を入れますので、あの皆さん読んでくださいねって言うと、本当皆さん読んでくださってですね、本当にありがたいなと思っております。門馬夏美で検索していただいて、最近いい年して何かさまよってます。ブログ読んでいただいてる方は分かると思うんですけど、なんか自分が分かんなくなっちゃって、そんな42歳もう42歳でさまよってんだから、もう20代30代でさまよって当たり前だと思いますよ。さまよってない人はすごいなって思うし、別にさまよう必要はないんだけど、私はどこに行きたいんでしょうっていうことで、あのそんな時はね、原点に帰るっていうのが必要かなと思ったんですよ。なんでちょっとあの最初の方に、私がこういう活動を始めて最初の方に作った曲を、ちょっとずつ歌っていこうかな、もう一回と思って、ね、ちょっと長いです。でも季節的にはいいかなと思います。皆さん大切な誰かを思い浮かべながら聴いていただければと思います。スープ、
いただいたんですけども、私ライブたくさん入ってます。今週ですね、琴音ちゃんとも3日前一緒だったっていうのもあるんですけど、それを含め今週だけで4本ライブやってて、2日しか働いてないんですよ、私。時給で働いてるもんですからね。お察しいただけます？2日しか働いてない、時給で働いてる、どういうことかな。 CD があるんですよね。もうね、お持ちの方にもう1枚買えなんて言いません。まだお持ちでない方ぜひ私を忘れないためにも、私の財布が潤うためにもぜひですね、ご購入いただければなと思います。グッズなんかもちょっとちょろちょろとありますので、ぜひあのさっきの美咲ちゃんのタオルと一緒にお求めいただければと思います。そんなわけで私で、そう、来月はですね、あの神奈川東京を中心に動いておりましたけれども、とうとう埼玉に進出することになりました。ありがとうございます。琴音ちゃんのフィールドなのかな。小旅行気分で行ってきますよ。ここからだと遠いんでしょ。そうなんですよね。ちょっと広げていこうと思って、来年あたりはちょっとなんか関東を飛び出したいなとか思ったりしてます。秋田行けばね。そうそうなんですよ。あと東北ツアーとか行きたいなと思いますよね。言ったのね、かなうかもしれないから、そう、秋田と仙台。そんな感じです。ありがとうございます。皆さん、今日は最後までお付き合いいただいて、本当あの出演者の皆様、そして、ね、お客様、いつもここに来てくださる皆さんと、初めましての皆様と、本当にありがたくて、私はもう何て言っていいか分かんない。本当にありがたいなと思ってるから、これをどうやって表現したらいいんだろうって思っております。でも本当感謝しております。ありがとうございます。そしていつもふにさん、ありがとうございます。ということで、あそこにいらっしゃるあのチャラ男チャラ男って言われてる一部の方から、やっぱりふにさんが作った曲を最後にお届けしてみたいと思います。ありがとうございました。歌えるかな。それこそこれは本当にこの今にぴったりな、季節的にぴったりなんじゃないかと思います。笠と君さんの名曲、枯葉時計。枯葉がふわり開く
ありがとうございました。ありがとうございました。